広州足玉クラブは中華人民共和国の広東省広州市をホームタウンとする中国プロサッカーリーグに加盟するプロサッカークラブ。1954年創立。ホームタウンは広東省広州市である。現在のホームスタジアムは広東省広州市の天が体育中心体育場。現在は 中国超級リーグに所属し、同リーグにおいて8回のリーグ最多優勝記録を持つクラブである。主に南米出身選手のこの力と一流国から招聘した指導者の采配を武器に2011年から2017年までリーグ7連覇を達成している。獲得タイトルは AFC チャンピオンズリーグを2回、中国超級リーグを8回、中国高級リーグを2回、 中国 FA カップを2回、中国サッカースーパーカップを4回制している。豊富な資金力を背景に、2011年以降、世界の名プレイヤー、監督を引き抜き、中国超級リーグや AFC チャンピオンズリーグを接見するなど、急速にビッグクラブとしての地位を高めつつある。運営会社には、中国の不動産業を中心とした企業集団である久し大集団と、 中国の電子商取引大手、アリババグループ。1954年1954年6月中、南から大競技議士ドカー下またい次郎隊として創立。中南白隊が、甲州市チームとして、全国大会に出場するなどした。1984年甲州白雲山戦役が、 スポンサーとなり白雲山チームとなり、その後クラブとして改組、甲州白雲山速級クラブとなる。1993年甲州多様化未グループがスポンサーとなり、正式にプロチーム甲州太陽迅速級クラブとなる。2001年石膏省の吉利グループがスポンサーとなり、オツリーグに降格になっていた甲州末尾を併合し、新チームを設立。 公衆基地利速球クラブと解明。2002年、公設製薬が、スポンサー契約し、公衆足玉クラブ、公設製薬隊と解明。2004年、ミネラルウォーターメーカーの日の泉と公衆、中一薬業がスポンサーとなり、公衆日の先中一薬業隊と解明。2006年日の泉と、公設製薬が撤退し、公衆医薬グループが、メインスポンサーとなり、 チーム名を、甲州約薬属級クラブとする。2007年中国サッカー、高級、リーグ2007優勝チンを中脳から、離卒を獲得。10月に、中国高級リーグ優勝。中国超級リーグへ昇級した。2008年初の超級シーズンは10勝10分10敗の、勝ち点40で7位。 2009年にシーズン目の超級シーズンは9勝10分11敗の勝ち点37で9位。だが2009年末、八王朝を行っていたことが判明した。公衆医薬のヤンス GM が、夫婦ほとクロウマの GM に金銭を支払い、5から1で勝利を確定させたという。2010年1月1日に、公衆医薬集団が正式に撤退し、 クラブは一時的に、公衆市サッカー協会の管理下に置かれた。2月23日に、ヤオ朝問題により、長級で前年度9位の成績だったが、2010年度シーズンの、高級への降格が決定。3月1日に、久志大おさんが、スポンサー契約し、2010年シーズンからクラブ名を、公衆久志大足玉クラブへ改名した。 公衆日差し第一三集団のクラブ買収である。大手不動産企業は、クラブが最も衰退する2010年2月に所有権を持ち、直ちに資金の投入を約束した。法位国に代わる指揮官として、北京国安の李商氏監督を招聘し、上海進化から林を獲得。6月に、セルティック FC から、定地、アトレチコミネイロから無力を。 当時は中国国内最大級の遺跡金で獲得。10月に2010年度シーズンの高級リーグで優勝し中国超級リーグに昇格。甲州久差次第が高級リーグの対戦相手を圧倒して中国超級リーグに昇格したことは驚きではなかった。2011年クラブのカラーを青から赤に変更した。パルチザンベオグラードからクレオ、ゼン。 北から表彰亭、上海東亜から超臨を獲得。7月2日、公衆日差し第一三集団はチームに資金を注ぎ続け、古見年制 FC からアルゼンチン人のダリオコンカを獲得した。コンカと世界有数の高額年俸契約を交わしたことは世界的な話題となった。遺跡金は当時中国史上最高額の1000万ユーロ。 報道された年俸は1040万ドルであり、世界最高クラスの年俸額の選手となった。8月にレアルマドリードと業務提携を結ぶ。4試合を残して昇格1年目で、中国長級、リーグ初タイトルを体感すると、AFC チャンピオンズリーグ2012の出場権を獲得した。2012年前、北から紅白文、先制たから坂から長、超極日。 公衆緑城から栄空を獲得。公衆日差し大ユースから短家軍をトップ昇格させた。2月25日、2011年 FA 杯王者の天津安志たち鬼の一で下し、中国 FA スーパーカップを優勝。AFC チャンピオンズリーグ2012で ACL 初出場すると、グループリーグで柏は全北。 ブリーラムのグループ H を3勝1分2敗で、首位通過して、決勝トーナメントに進出した。当時大会初戦で前年準優勝の、全、北を、韓国で5の位と打ちまかし、アジアに、大きな余波を起こした。マルチェロ・リッピ5月に、ボルシア・ドルト・ムントからパラグアイ代表 FW、ルーカス・バリオスを獲得した。さらに立証主監督を解任し、 後任に前イタリア代表監督のマルチェロリッピを招聘した。7月に大宮からキム・ヨングオンを獲得。ACL2012 のラウンド16で FC 東京と対戦した。ホームで1から0で勝利し、準々決勝に進出した。準々決勝であるイテハドと対戦した。アウェーの第一戦を4から2で敗れると、 ホームの第2戦では2から1で勝利したが合計スコア5から4で準々決勝で敗退が決定した。超級リーグ戦では1試合を残して優勝をしてリーグ連覇を達成した。AFC チャンピオンズリーグ2013の出場権を獲得した。スペインの名門レアルマドリーとのパートナーシップ協定は公衆日差し大サッカースクールに信用性を与えるものである。 公衆日差し代は、ユース世代の育成プロジェクトに投資を始めた。レアルマドリードのスタッフがスクールを運営し、日差し代工場、サッカースクールは10月9日に始業式を行った。40面以上のサッカーフィールドや、2500人もの、生徒が存在する。施設は、米国トップレベルの大学にも似た、大きなレンガの建物であり、手入れの行き届いた庭や、 サッカーに関するものすべてが揃っている。久し大工場、サッカースクールは3年以内に、中国男子サッカーリーグ U13 や中国女子、サッカーリーグ U13、アファ13男子選手権、アファ13女子選手権で優勝することを目標に掲げている。一方、長期的な目標としては、資質、能力ともに高いサッカー界のスターを育て、 中国サッカーの台頭に一役買うことを掲げている。11月には中国 FA カップ優勝。12月に AC ミランと業務提携を結ぶ。12月24日、ボタフォゴ FR からエウケソンを年俸200万ユーロの4年契約で獲得した。2013年1月25日、クレオが J リーグのカシワレーソルに期限付き移籍した。 トンガン南城から宝京紀と、両地から生徒、小竹市、カナンダ手行から、ひまことを獲得。陳太を中納から定流を期限付きで獲得。甲州久差大ユースから女広氏に詫びをトップ昇格させた。2年連続の2回目の出場となった、AFC チャンピオンズリーグ2013のグループリーグで全、北、浦和、ムアントンのグループ F を3勝2分1敗で、 首位通過して、決勝トーナメントに進出した。8月10日、契約の金銭面をめぐって、公衆被差次第と衝突し、対談を表明していたパラグアイ代表 FW、ルーカス・バリオスが、スパルタク・モスクワへ移籍することを発表した。AFC チャンピオンズリーグ2013決勝、第2戦。 ACL2013 のラウンド16で、セントラルコーストマリナーズ FC と対戦した。アウェーの第一戦を1から2で勝利すると、ホームの第二戦でも3から0で勝利し、合計スコア5から1で準々決勝に進出した。準々決勝で、レフイア FC と対戦した。ホームの第一戦を2から0で勝利すると、 アウェーの第2戦でも1から4で勝利し、合計スコア6から1で準決勝に進出した。準決勝で柏レイソルと対戦した。アウェーの第1戦を1から4で勝利すると、ホームの第2戦でも4から0で勝利し、合計スコア8から1で、初の決勝に進出した。決勝で FC ソウルと対戦した。アウェーの第1戦を2から2で引き分け、 ホームの第2戦でも1から1で引き分けたが、合計スコア3から3のアウェーゴールルールで、甲州久差次第は AFC チャンピオンズリーグ初優勝。中国勢としては、前身のアジアクラブ選手権を両名が制して、以来23年ぶりの快挙。ACL に、勢揚よと立ち向かい、無類の実力を見せつけた。八尾町問題で、 公格の不名誉からたった3年でアジア最高のクラブになった。長級リーグ戦では4試合を残して94年に設立して以降大連実得以来史上2チーム目のリーグ3連覇を達成。AFC チャンピオンズリーグ2014の出場権を獲得した。FIFA クラブワールドカップ2014に AFC 代表として初出場し、 準々決勝で、あるアハリに2から0で勝利して、準決勝に進出した。準決勝で、バイエルン・ミュンヘンに0の3で敗れた。3位決定戦では、アトレチコ・ミネイロに2から3で敗れて4位に終わった。ダリオコンカが、フルミネンセ FC に復帰、クレオが退団。2014年公衆久差しのサポーターダリオコンカが、いなくなった穴に、マルチェロ・リッピ監督は、 母国イタリアから、ボローニャ FC のアレッサンドロ・ディアマンティの獲得に、成功した。さらに、トンベンセ FC からレネジュニオール、武漢卓南次から埋め方、チンタを中脳から竜剣、大連アジン浜から、東学賞を獲得した。また、定竜を、チンタを中脳から完全遺跡で獲得。甲州久差し大ユースから、竜海党を、トップ昇格させた。 3年連続の3回目の出場となった AFC チャンピオンズリーグ2014のグループリーグで全北メルボルン横浜 FM のグループ G を3勝1分2敗で3年連続 GL 首位通過して決勝トーナメントに進出した2014年6月5日に中国の電子書取引大手アリババグループが 中国の不動産業を中心とした企業集団である久し代集団に12億元を出資し、公衆久し大足玉クラブの株式の50%を取得したが40%となった。それにより、アリババグループの展開する電子商取引サイトトータカらもうに由来して、2015年シーズンからクラブの名前は公衆久し代トータカら足玉クラブへ変更した。 資金力は倍増、選手協会270億円調達しているとも言われていた。無力がカタールのアルサットに移籍した。ボローニャ FC からアルベルトジラルディの大連アジン浜から武漢町とリマナブ法を獲得した。セレッソ大阪の監督を解任されたマルコペッツァより、死が U-17 監督兼ユースディレクターに就任した。 ACL2014 のラウンド16でセレッソ、大阪と対戦した。アウェーの第一戦を1から5で勝利すると、ホームの第二戦では0から1で敗れたが合計スコア、5から2で準々決勝に進出した。準々決勝で、ウェスタンシドニー・ワンダラーズ FC と対戦した。アウェーの第一戦を1から0で敗れると、 ホームの第2戦では2から1で勝利したが合計スコア2から2のアウェーゴールルールで準々決勝で敗退が決定した。大会連覇は達成できなかった。9月に、公衆久し大のオーナー企業、久し大集団とスペインのレアルマドリードが運営するサッカースクール、中国人民大学附属中学、久し代工場即休学校が2014年9月1日。 入学式を行った。全国の65,856人が受験し、選ばれた900人が入学した。公衆被差次第集団は、国内のスクール設立だけにとどまらず、2校目をマドリードに、3校目をオランダに開校した。長級リーグ戦では、中国長級リーグ最終節で、中国スーパーリーグ史上初の4連覇を達成。 AFC チャンピオンズリーグ2015の出場権を獲得した。2014年度のイフズの世界クラブランキングで41位、アジアでは1位にノミネートされた。2015年、ファビオ・カンナバーロ2015年シーズンからクラブ名を、公衆比較次第東田から足玉クラブへ改名した。AFC アジアカップ2015に、公衆比較次第からは、 中国代表として7人、韓国代表として1人選出された。元イタリア代表 DF、ファビオ・カンナバーロ氏が、実質的な新監督に就任。アレッサンドロ・ディアマンティとアルベルト・ジラルディーノが、アクフ・ヒィオレンティーナ、長考・クスノキが、新鮮くれないタガネ、コハクブ文が、チンタオ・ウミウシ、放勤力が、重慶力簿、に開けひさげ、アリュク・コンガ。 新京天残雪表に期限付き遺跡。幼鳥声が両名へのレンタル延長。孫幸が、上海上皇、立憲浜が、上海進化、小竹シけと、長方が、新潮中の上遺跡。氷としひは、現役引退した。クルゼーロ EC から、リカルドグラールを、中国リーグ史上最高額の遺跡金1500万ユーロで、獲得。 さらに、レッドブルザルツブルクからアラン、ダイレンアジハマから超ケーキ、チンタオ中納からスータダシを獲得。2月14日、長級王者として挑んだ、スーパーカップでは FA 杯王者のサントーロノーにゼロの、ゼロの PK 戦で敗れた。2月26日、2年半在籍したマルチロリッピが2月28日を、もって退任した。二月十七日、クラブブルフェから大上限を、 獲得した。2月28日には、表皮と資料が、奇襲陣は駅伝付き移籍した。4年連続の4回目の出場となった、AFC チャンピオンズリーグ2015のグループリーグで、ウエスタン、カシマ、ソウルのグループ H を3勝1分2敗で、首位通過して、決勝トーナメントに進出した。4年連続での首位通過となった。 ACL2015 のラウンド16で、城南 FC と対戦した。アウェーの第1戦を2から1で敗れたが、ホームの第2戦で2から0で勝利し、合計スコア3から2で準々決勝に進出した。ルイス・フェリペ・スコラーリ6月4日、クラブの戦略的発展のため、元イタリア代表、ファビオ・カンナバーロ監督の退任を発表した。 それに伴いルイス・フェリペ・スコラーリ監督の就任を発表した。6月15日に翌東が甲州緑城へ期限付き移籍した。6月29日、トッテナムホットスパー FC からブラジル代表 MF、パウリーニョを移籍金1400万ユーロで獲得した。7月2日、久し第一三集団は参加のサッカーチーム運営会社。 公衆久し代東田から足玉クラブの株式を店頭公開すると発表した。また、同月16日にブラジル代表の FW ロビーニョを獲得した。ACL2015 の準々決勝で柏レイソルと対戦した。アウェーの第一戦を1から3で勝利し、ホームの第2戦は1から1で合計スコア4から2で準決勝に進出した。 準決勝でガンバ大阪と対戦した。ホームの第一戦を2から1で勝利し、アウェーの第二戦は0から0の引き分けで合計スコア2から1で2013年以来2度目の決勝に進出した。決勝であるアハリドバイと対戦した。アウェーの第一戦を0から0で引き分けたが、ホームの第二戦を1から0で勝利し、合計スコア1から0で、 甲州久差次第は AFC チャンピオンズリーグ2年ぶり2度目の優勝を果たした。長級リーグ戦では中国長級リーグ最終節で中国スーパーリーグ史上初の5連覇を達成。AFC チャンピオンズリーグ2016の出場権を獲得した。2013年以来なる2回目の出場となった。 フィファクラブワールドカップ2015に AFC 代表として出場し、準々決勝で、クラブアメリカに2-1で勝利して、準決勝に進出した。準決勝で、欧州王者、FC バルセロナに0-3で敗れ、3位決定戦では、日本王者サンフレッチェ広島に1から2で、逆転負けし4位に終わった。2016年、ルイス・フェリペ・スコラーリ体制2年目のシーズン。 チームのエースであったエウケソンが、ライバルチームの上会場校へ移籍した。補強面ではアトレティコ・マドリードからジャクソン・マルティネスを、移籍金4200万ユーロで獲得。5年連続の5回目の出場となった、AFC チャンピオンズリーグ2016の、グループリーグで、シドニー FC、裏は、歩行のグループ H を2勝2分2敗の3位で終え、5回目の、出場で初めて、 グループリーグ敗退をした。2015年の AFC チャンピオンズリーグ決勝で、当時契約していた、東風、日産のスポンサーロゴを無断で入れ替え、エバーグランドの系列企業であるエバーグランドライフを使ったことが裁判に発展し、公衆被差次第には2477万8645元の損害賠償支払いが言い渡された。長久リーグ戦では、 第28節で中国スーパーリーグ史上初の6連覇を達成。AFC チャンピオンズリーグ2017の出場権を獲得した。11月27日、中国 FA カップ決勝でースソネーを下し、2012年以来4年ぶりとなる2度目の中国 FA カップ優勝を決めた。2017年、ルイス・フェリペ・スコラーリ体制3年目のシーズン。 補強面では、全北現代モータースから、元韓国代表 DF、キム・ヒョニル、北京人話から、元中国代表 DF バリセー・セイリンを獲得。2月14日、中国人選手中心の編成に、方針転換することを発表。2020年までに所属選手を、中国人だけで固めると発表し、資金力に物を言わせて、海外スターを集めた。 近年の強化方針を180度転換する意向を明らかにした。6年連続の6回目の出場となった AFC チャンピオンズリーグ2017のグループリーグで水原、川崎、東方のグループ G に入った。11月9日、ルイス・フェリペ・スコラーリの退任、それに伴いファビオ・カンナバーロの再監督の就任を発表した。2018年、第2期、 ファビオ・カンナ・バーロ体制の1年目のシーズン。補強においては、セルビア代表のネマニャ・グデリを獲得。ジャクソン・マルティネスを放出。3月30日の天津県県戦においてアランが、相手 DF に、暴力行為を行ったことで8試合の、出場停止処分を受ける。AFC チャンピオンズリーグ2018の、グループリーグで、セレッソ・大阪、プリ・ラム・ユナイテッド。 チェジュユナイテッドと同組となり、1位でグループリーグを突破。決勝トーナメントラウンド16において、天津県県との同国対決で敗退。2018年夏に FC バルセロナからパウリーニョ、ベシクタシュからタリスカをそれぞれレンタル遺跡で獲得。長級リーグ戦では2位になり、無冠でシーズンを終える。2019年、第2期、 ファビオ・カンナ・バーロ体制の2年目のシーズン。キム・ヨング・オン・をガンバ・大阪、アランを、天津県、県、グラオを、パルメーラスに放出。長久リーグ戦では、第30節に、上海進化を3-0で下し、2年ぶり8回目の中国スーパーリーグ優勝を達成。AFC チャンピオンズリーグ2020の出場権を獲得した。 2020年長級リーグ戦は2月に開幕する予定だったが、新型コロナウイルスの影響で延期となり後、過月遅れの7月に、大会方式を変更し開幕した。グループ A を11勝1分け2敗の首位で突破、チャンピオンシップステージでは、河北かなつと北京国安を倒して決勝に進出。だが、決勝で、高素ソネーに2試合合合計2から1で敗れて、 準優勝に終わった。新型コロナウイルスの影響で延期となっていた AFC チャンピオンズリーグ2020は11月から12月にカタールで集中開催された。9年連続の9回目の出場。グループリーグで神戸、水原、ジョホール・ダルル・タクジムのグループ G を一生2分一敗の3位で終え、2016年以来2回目のグループリーグ敗退となった。 2021年クラブ名に会社名を入れないように、する、サッカー協会の方針を受けて、2021年シーズンから、クラブ名を、公衆足玉クラブへ改名した。竜電座、32丁、リンゴ牧師種23表彰定6校12億、21パウリーニョ8紅白分16用率、湯17タリスカ26位予ゴ7もグサ。 かつもり級中、選手の国籍表記は、FIFA の定めた、代表資格ルールに基づく。星印は、外国人選手を示す。中、選手の国籍表記は、FIFA の定めた、代表資格ルールに基づく。同じ甲州に、本拠地を置く、甲州上との対戦は、甲州ダービーとなる。久し大グループが資金を集めて創設された、久し大足玉学校。 1> 約1年という建設期間で施設を完成させ、受け入れ体制を整えて2012年に開校。公衆久し大のオーナー企業でもある、久し大グループが運営する、サッカースクール、久し大足玉学校。名誉会長には、元公衆久し大監督のマルチェロ・リッピが就任。また、スペインの強豪であるレアル・マドリードと提携している。コーチングスタッフには、 レアル・マドリードとのコネクションを活かして、指導力に引い出た、スペイン人を揃えている。公州白雲国際空港から車で、約2時間、人里離れた地域に巨大な施設を構える。総工費250億円以上を投じたと言われている。環境の良さには、サッカー面にとどまらず、施設内には小学校から高校までの合宿があり、選手たちを収容する。 学生寮も併設。それに加え50面のグラウンドを併設する世界最大規模の育成施設である。小中学校、高校を合わせ生徒数は約2800人以上に上り、桁違いの規模を誇っている。近年は国内で上昇を続けるサッカー人気の影響もあり、入学希望者が年々増加傾向にある。 倍率は100倍とも200倍とも言われており、入学するだけでも難しい状況である。公衆の公式マスコットはシートラである。SS エツエツという女性マスコットも存在している。天が体育中心体育場。ありがとうございます。